どういうことだ。何を始めたら本当は2017年の2月1日に2周年を迎えて、もう今は2年1ヶ月経ったんですけど、うん、まあ2年ねやってきたんですけどね、いろいろまあ4期の中でもね一番できてた子が卒業して3人ね残って、こうやばいなって思ってたんですよ本当は。でもまあ今回日にちがなかったけど、まあ間違えずにできたから、もうこれも2年間やってきて成長ができたんじゃないかなって思いました。はい、はい、はい、よく頑張りました。はい、アイナ。はい、自分 2年やってきたんですけど、初めの頃、まあ本当に今より本当にやばくて、ダンスも歌も破壊的で、なんか先輩今も結構破壊的だけど、もう今よりやばかったんですよ、今より本当にやばくて、笑わないな。もう先輩メンバーから本当にね、なんか怒られまくって、もう一番泣いてて。誰が一番怖かったの？一番怖かったのは、何？言いませんけど、言いませんけど、本当に自分が一番泣いてて、今もやっぱ泣いてたりね、すぐ泣くでしょ。すぐ泣き虫、なんかすぐ泣いちゃう泣き虫だから。え、何？そういうアピールいらないよ。でもなんで泣いてるかわかんないけど。そうなの。いいよ、もうこんなこと言ってたらダメだ。でも2年前よりかはね、なんかよくね、物販来てくれた人から成長したねとか、今日のあそこの場面が良かったよとか、歌割り増えたねとか言ってもらえて、本当に嬉しいし、なんか頑張ったねとか、頑張れ、応援してるよとか、いつもありがとうとか言われたりすると、本当にこっちこそありがとうって言いたくなるし、こっちこそなんかいつも応援してくれて嬉しいし、なんだろうね、なんかもう卒業したんですけど、みんなね、最後に4期揃ったのをこんな多い人に見ていただいて、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございました。意外とみんないいこと言うね。どうぞ。はい、まずこの今日3曲やったんですけど、レッスンの時からなんかこの4期でこうやってね、なんかこう練習してみんなに見せるっていうのが多分ここで最後になる可能性が高かったので、なんかまずそこでこうちょっとしみじみ感じてしまった部分もあったんですよね。なんかここでやるっていうのも、去年も1周年でやって思い出がある場所でまた2周年もやるってことで、なんか、うん、で、あとそのさっきも言ったんですけど、練習期間も短い中でみんなで頑張ってやれたっていうのが私の中ですごい思い出ですし、で、なんかこうやって去年もすごいたくさんの人が来てくれたんですけど、多分今年もね、こうやっていっぱいいろんな人が見てくれて、みんな花束ももらえて、本当になんかこういい思い出でこの場所で締めれたんじゃないかなと私は思ってます。まだまだね、卒業までも時間があるし、これからももっともっとこの、ね、4期やこのメンバーでいっぱい思い出作ろうと思うので、皆さんもこれからもたくさん会いに来てください。今日は本当にありがとうございました。はい、ました。はい、そんな感じで、うん、じゃあ皆さん、あ、4期のねこうコメントも聞けたところで、もう本当に本当に最後の曲ですよ。何にするんだっけ、ね、いいよ、もう好きなようにして。私たち今日はね、あのサブなんだ。今日出なくてもいいかったぐらいサブなんだ。主役だからね。いつもね、ずかずかと前にいるから。今日はサブなんだ。いいよ、もう悔いの残らないように、もうガンガンに、どうぞ。はい、もう本当の本当の本当のラスト1曲です。もうなんかもうこれ以上かってぐらい、もう声最後いっぱい出して、もうみんなでバッと終わらせましょう、終わらせましょう。まあね、声を締めるけど、まあ、いい思い出私たち4期にください。お願いします。いいんじゃないですか。それでは本当にラストの曲です。皆さんで楽しんでいきましょう。
ずっと描いてた夢キラキラときめきここから始まるストーリー Let's goもたくさんあるけれど Let's fly ステージがいつも押してくれたあなたの声 I so I need me forever アイドル現在進行形涙こぼれる日もあるけれど Don't go, don't go どこかでもぎゅっと握ってくれたもう大丈夫ブルーソーアイドルナンバーワン I, 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 so I need me forever 乙女の次世代進化系ありがとう。